うち父親もお金もなくてさ。それが分かってなんですぐに辞めなかったの？それが母さんの望みっていうか夢ってやつ。それって他人の夢じゃん。いいもの見せてあげる。3、2、1、行くよ。正気を失うか、その前に死ぬかさ。デイビッド！この世界で名を残す方法はどう生きるかじゃない、どう死ぬかよ。最高だったの。